1916年以前と現在のブラック川の流路。1899年と1959年のデュアミッシュ加速における流路や区間名称の変化。ブラック川の残存する部分がクリーン川に交流し、デュアミッシュ川となる。2009年にフォートデントの歩道橋から撮影。ここではブラック川方面が上流、デュアミッシュ川方面が下流となる。 ブラック川はアメリカ合衆国ワシントン州キング群を流れるデュアミッシュ川の支流。1916年まではワシントン湖から流れ出す川であったがワシントン湖船舶運河の開通によって湖の水位が下がったために水が流れなくなり川の一部は干上がった。現在では全長2マイルほどの咳止められた川となっている。20世紀に入る前、 ワシントン湖の水は、その南端からブラック川を通って排出されており、シダー川が合流した後、当時のホワイト川と合流していた。ブラック川とホワイト川が合流して、以降の下流部は、デュアミッシュ川と呼ばれ、流れ下って、ピュージェット湾内のエリオット湾に至る。このため、サマミッシュ川をはじめとして、ワシントン湖に流れ込む川の水は、ブラック川を経てデュアミッシュ川に流れ込んでいた。 現在では、ワシントン湖の水は、ワシントン湖船舶運河を経て、ピュージェット湾へ流れている。1911年11月、シダー川が氾濫して、レントンで洪水被害が出た。1912年には、将来同様の被害を出さないため、シダー川の流路は、ブラック川ではなく、ワシントン湖に流れ込むように変更された。この段階では、シダー川の水は、結局のところ、 ワシントン湖の先で再びブラック川を通ることになっていた。1916年、シアトルでワシントン湖船舶運河が開業すると、ワシントン湖の水位は9フィート近く低下し、ブラック川は干上がった。今日では、かつてのブラック川の川底の一部に、ブラック川水辺林、出現が設けられている。ブラック川の一帯では、何、世紀にもわたって、 デュアミッシュ族が居住していた。1916年にブラック川が干上がるまで、デュアミッシュ族の集落は存続していた。ブラック川とデュアミッシュ川の合流点付近には、先住民の集落が数箇所存在していた。この一帯は、ピュージェット湾から離れた内陸にあることから、内側の場所と呼ばれていた。この地域は、災難を逃れる場所として、長く用いられていたことから、 シアトルの拡大によって追い立てられた先住民たちが今日定めていたが、それもブラック川が干上がるまでのことだった。ありがとうございます。